死の交渉。死の交渉とは、儒教において、社会の主要な構成要素、管理、農民、職人、商人を指す概念である。市民とも言う。日本では、近代になり、江戸時代の身分制度を意味すると捉えられるようになったが、1990年代頃から、実証的研究が進み、同時代的に現実に施行された制度ではないと、理解されるようになった。 死の交渉、市民は古代中国から用いられた言葉で、紀元前千年頃にはすでに見られる。意味としては、官書に死の交渉、市民に合わりとあるように、民の職業は四種類に大別されるということになる。そして、これを連続して表記することで、老若男女のように、あらゆる職業の民、つまり民全体、またはみんなといった意味で使われる。 近世日本では、遅くとも17世紀半ばまでに、死が武士を意味するように意味が改変されて受け入れられた。また、近代以降には、死の交渉が、近世の身分制度と、その支配、上下関係を表す用語として認識されるようになった。しかし、1990年代になると近世史の、研究が進み、死の交渉という身分制度や、上下関係は存在しないことが、 実証的研究から明らかとなり、2000年代には、死亡交渉の記述は、文部科学省検定済み教科書から削除されるようになった。これに関係して、市民平等も本来の意味、すべての民は平等ではなく、死亡交渉の身分制からの解放という認識を前提に用いられたものであったため、教科書から消された。死亡交渉とは、中国の春秋戦国時代、 諸子百科における民の分類で、例えば、漢詩には、地の交渉市民、国の礎と記されている。使とは、襲来から、春秋期頃にかけてまでは、都市国家社会の支配階層である族長、貴族階層を指していたが、やがて領域国家の成長に伴う、都市国家秩序の解体とともに、新たな領域国家の統治に預かる、知識人や管理などを指すように意味が変質した。 この、市会層に加えて、農業、工業、商業の各職業を並べて、民全体を意味する四字熟語になっていった。市民の順序は、必ずしも一定せず、順子では、農師交渉、春秋国領伝では、師匠農工の順に並べている。なお、中国では、伝統的に土地に基づかずりの集中を図る、小、工よりも土地に根差し穀物を生み出す。 脳が重視されてきた。商人や職人に自由に利順追求を許せば、その経済力によって支配階級が脅かされ、農民が重労働である農業を嫌って将校に転身することにより、穀物の生産が減少して基金が発生し、ひいては社会秩序が崩壊すると考えたのである。これを理論化したのが、孔子の儒教である。死の交渉の概念は、 奈良時代までには日本にも取り入れられ、俗日本機関第奈良では、市民のと、おのおのその後ありなどと記されている。日本における、市がいつごろ本来の意味から武士を意味するように、改変されたかは明確ではないが、遅くとも17世紀半ばまでには、そのような用法が確立とした思われる。文献的証拠として、慶長8年、1603年に、イエズス会の宣教誌が出版した。 日報辞書と呼ばれる辞典には、死能交渉の項目が収録されており、また宮本武蔵、逸話書、1645年地の末期に、およそ人の世を渡ること、死能交渉とて四つの道なり、中略三つには、死の道、武士においては、道様々の表具をこしらえ、攻略といった要例がある。一説もあるが、 価値や足軽の多くが武装した農民から発生したものであるため、死と脳の違いはかなり曖昧なものであった。その転換期は戦国時代後期である。天正九年、1582年頃から始まった大閤検事や天正十六年、1588年の型流れによって、それまで比較的流動性があった武士と百姓が分離され、その職業、身分が 固定化されるようになった。こうした兵能分離政策は、江戸時代に強化され、職業は世襲制となった。また、市、武士が、市民ではなく、支配者層として、他の市民、産民より上位に置かれ、政治を行う階級とされたが、江戸時代中期頃になると、貨幣経済や産業の発達により、商人が、政治、経済に大きな影響力を持つようになり、 大名菓子のように武士が、経済的に商人に依存するようになった。このため商人には町人でありながら不知米や私分など、武士身分並みの待遇が与えられる者も,もいた。これに類する立場として、医師の存在が挙げられる。終わり藩の人見きび、八重門が、医師は元より市民のうちなれど、今は別のものなり。商人の外、いほどりの大きもは、なし、太平言葉と記したように、 医師に対しては、通常の市民にはない特権が認められていた。例えば、武器諸法度によって、上級武士以外に自由に乗ることが許されなかったカゴの利用僧侶と医師に関しては、例外として認められていた。さらに農民や商人の指定でも、医師の下で医学を学び領主の許可を得れば開業が可能であり、その能力が優れていれば、幕府や藩に召し抱えられて、 下級武士並みの待遇が与えられることも多くあった。さらに、藩の召し会で職人が昇格することも多くあった。例として、田中久し絵が挙げられる。上記のように、死の交渉の職業概念は、実際の身分制度とは大きく異なっている。江戸時代の諸制度に実際に現れる身分は、氏・武士を上位にし、農・将ではなく、百姓と、 町人を並べるものであった。また、こうという概念はなく、町に住む職人は町人、村に住む職人は百姓とされた。この制度では、百姓を村単位で、町人を町単位で把握し、両者の間に上下関係はなかった。しかし、得た、否認などと呼ばれた人々は、公家や武士はもちろん百姓や町人からも一線を隠されており、彼らは人外、 すなわち同じ人間ではないかのように見られ、人間付き合いから排除されていた。百姓、超人新聞は、平人身分としてくくられ、平人が武士になることは多くなく、また、平人が得た、否認などになることは滅多になかった。なお、百姓の制御は農業に限られるものではなく、海運業や手工業などによって、財を成したものも多くいた。このような風潮に対し、 天保の改革最中の天保十三年1842年9月のおふれ書きには百姓の予義として町人の商売を始めてはならないという文があり合わせて農村出身の奉公人の給金に制限を設けているがこれは農業の衰退につながることを危惧した幕府の対応策であったと考えられるつまり江戸時代における百姓とは農業先住者である 農人ではなく、商人、職人を含む、農村居住者全般を意味する言葉であったのである。このように、実際の江戸時代の身分制度は、死農交渉の職業概念から大きく乖離していた。江戸時代の職業は、世襲が原則とはいえ、百姓、町人の間では、職業、身分の移動は、比較的容易であり、武士の仮想、価値や足軽との身分移動もあった。 ただし、武士の中上層には、身分移動は、ほとんどなかった。身分移動の手段としては、以下の方法が取られた。価値や足軽と、百姓上層との間にある程度の流動性がある、ことに着目し、この階層を、身分的中間層と呼ぶ考え方もある。このほか、百姓が、名字縦脇の特権や、四分角という格式を得ることがある。しかし、この特権、格式は、 必ずしも武士化ではない。このような身分移動を根拠に、江戸時代にある、主の自由を見る考え方もあるが、身分性は枠組みとしては強固であり、個別の事例においてある程度の流動性を前提に、下柔軟性を有するシステムと評価される。身分移動の存在は、身分性の主観や形外化を意味しているわけではない。個別の事例をもとに、 身分性の強固さを否定しようとする論説も存在するが、それは誤りである。明治時代になると近代国家に脱皮するためには、中世封建制社会の身分制度を発揮することは避けて通れないと考えられ、政府により江戸時代の身分制度が廃止され、市民平等の政策が取られることになった。ただし、支配階層は皇族、家族、 氏族の称号が付与され、戸籍に明記された。皇族は戦後の制度にも名を留めており、天皇の親族を指す。家族は、公家、地下家の大半など、例外ありと大名を、主として付与された。氏族は、家族とされなかった武士と大部分の地下家に付与された後に、世襲の足軽も編入。卒族は足軽を、主として付与された後に解体される。 百姓長人をはじめとする。上記以外の処理分は一括して平民とされた後に非世襲の足軽も編入。しかし、ここで注意しなければならないのは、選民の扱いである。選民も平民に組み入れられたが、市民からは反発する者が続出し、岡山県では旧選民の平民扱いに反対する。一揆も起きた。このため、新平民という用語が。 自然発生的に生まれた。平民以外の特権身分のうち、比較的人口の多い氏族は、早々に特権を失い、平民とは、戸籍表記上の違いしかなくなった。家族の所帯数は、最終的には千夜程度であった。皇族以外の身分性は、日本国憲法の施行によって廃止された。そして、さらに首脳交渉に加えて、得たや否認をつけて、 死の交渉を得たピニンという序列があったとする説も生まれた。こうした明治以降の歴史観は儒教還元に基づく武士の見地を反映したものと言える。第二次世界大戦後はマルクス主義的な歴史認識により武士を支配階級、農民を非支配階級と定義し、農民生活の悲惨さとそれに由来する階級闘争の存在が強調され、商人は財産、 資本を蓄積したブルジョア階級であり、近代への幕を開く、歴史的存在として捉えられるようになった。例えば、朝尾直弘は、首都、農交渉の間に、大きな身分的格差があって、農交渉の三つについてはほぼ同列であり、これを平民あるいは、平人として一括しそのもとにいわゆる、得た、否認と呼ばれた階層があったとしている。また、大きな線。 区別は、首都、脳交渉、脳交渉とその下の、得た、否認との間にあった、との見解を示している。1990年代頃からは、こうした死脳交渉像を、批判的に検証し、同時代の一時資料に基づく、実証的な研究によって、新たな江戸時代の身分制度像が提示されるようになり、田中啓一は、本来、死、脳、甲、小は職分であり、 そのような職文を二分制度として説明すること自体が馬鹿げているのであるが書物は今もそれを変えることをしないと述べている。近年の研究結果が反映された歴史教科書では死の交渉ではなく武士、百姓、町人の故障が用いられ武士が支配像として上位に位置する点は従来同様だが百姓と町人には 身分の上下関係がなかったことが記述されている。得た、否認については、従来は、一般民衆と比べて、下や、最低辺の存在とされていたものが、現在では、一般民衆とは別個の存在として扱われ、社会的差別を受けたと記述されている。東京書籍の中学校歴史教科書では、支配身分の武士が名字、縦脇の特権を持ち、 百姓や町人は税金を納め、一部の地主は行政にも参加できたが、得た、否認に対しては、住居、職業、服装、交際などに厳しい差別的政権が課されたと記述されている。大阪書籍の中学校歴史教科書では、武士は際立って高い身分であり、得た、否認の中には、罪人の処刑や芸能者として活躍する者がいたものの、百姓。 町人からは阻害され、居住地や交際関係や服装で厳しい制限を受け、それぞれの身分は原則として親子代代受け継がれたと記述されている。新州農村開発史研究所でブラック差別を研究している斉藤洋一は江戸時代の身分制を考察するには、支配層の武士階級と非支配層の平人、百姓、町人、得た、否認という分け方と、 社会の営みの中にいる武士、百姓、町人と社会から排除されていた得た、否認という二通りの分類で捉える必要があるとしている。斎藤は上下関係だけで評価すれば、百姓、町人、得た、否認は皆等しく武士に支配された身分であり、社会的交流や人間付き合いという意味では、武士、百姓、町人と違って得た、 否認は明確な差別を受けていたとする。また、得た、否認の生活はそのすべてが悲惨なものでなく、死体処理や川産業や医療等の形式で社会に参加し、中には、経済的に豊かになった者も,もいたが、仮に豊かになっても小取引の際に、相手が得た、否認であることが知られると、忌避されたり、得た、否認の分際で、経済的に豊かになること自体が分不相応で、 あるとして周囲から活動を抑圧されるなどの事例があったとしている。斎藤は差別の発生は当時の幕府の政策のみに原因があるのではなく、江戸以前の中世からすでに存在した地や死などの汚れに関わる職業の人間への威持や意見といった感覚が一般民衆の間で徐々にマイナスの差別意識へと変貌していったことも原因だったという見解を述べている。 死のう交渉を得たピニンの語は、江戸時代には存在しなかったとされており、明治7年、1874年に初めて使用されて以後、昭和初期の融和教育の中で頻繁に使われるようになったと考えられているが、死のう交渉、としの部分には芸能人、予備校生、アナウンサーなどの語が入り、詩がない身分を自重的に表現するのに使うとの表現は、 ブラック差別の深刻さを茶化かすことにつながるという主張から、1980年代以降は、ブラック解放同盟の球団を受けるようになり、放送禁止用語として扱われている。具体的には、以下の球団事例がある。1981年8月6日の TBS 系のテレビドラマ、虹色の森、毎日放送制作に、首脳交渉、その下が打ちだよとのセリフが登場。 これに対し、広島や熊本のブラック解放同盟関係者が怒鳴り込んだ。これ以後、ブラック解放同盟中央本部は、この種の表現を軒並みに休断するようになった。週刊文春1985年5月9日号に、筒井康隆による、死の交渉へ政府屋との表現が掲載されると、ブラック解放同盟が抗議。筒井は、多種多様な業界で、 自嘲的に使われている聖句であり、その限りにおいて、ブラック差別の意義にもなり得ないと突っぱねたが、文春は、ブラック解放同盟に謝罪した。その後、ブラック解放同盟の小林賢治から筒に、週刊文春とは、話がついたが、あなたとはまだついていないとの電話があった。話をつけるとはこの場合明らかに、詫びさせるという意味だったので、筒井は話し合いを断った。 すると、ブラック解放同盟の小林健二は、この電話は個人の資格で言っているのではなく、背後には、ブラック解放同盟二十万の人間がいると言った。この言葉に逆上した筒井は思わず、二十万が二百万であろうとうんうんと怒鳴り上げ、後になってからそのことを、大人げない行為と反省しつつも、これはやはり先方の言い方に問題があるので、この言い方をされたら、大抵のものは、 怯えるか怒るかなのだと、ブラック解放同盟にも反省を促している。この一件につき、野町人氏は、差別表現をネタに背後には、ブラック解放同盟20万の人間がいると、どうか詰めいたことを口にするような姿勢が、どれほど堕落したものであるかは、おのずと明らかであろうと批評している。東京新聞1984年12月10日付に、掲載された連載。 この道第35回で悪友が広告代理店勤務時代にテレビ局の社員たちから屈辱的な扱いを受けた思い出に触れ番組ディレクターは帝王だった。それに比べて広告代理店は自らし農工商代理店とあざけるほど立場が弱かったと書いた。これに対しブラック解放同盟東京都連合会は作者の意図に関わらず差別表現であると抗議し、 悪友を謝罪に追い込んだ。電通発行の週刊誌、電通法1九十六年九月十六日付に掲載された連載コラム、シリーズ、広告時分誌八」に、知能交渉代理店、我らシャフバテで、ござんすとの表現が登場。筆者は、愛媛新聞社会長の松下伊佐を。これに対して電通は同志を、即刻回収し、謝罪声明を発表するとともに、 問題の表現を差し替えた第二版を発行。翌9月17日には、ブラク解放同盟中央本部に、電通自らが連絡して、詫びを入れ、1997年4月8日には、電通の花岡専務が、久坂茂之に面会して、謝罪文を手渡し、一件落着となった。このほか、問題の記事の筆者である。 松下伊佐夫が1997年2月17日に、ブラック解放同盟中央本部を訪れ、頭を下げた。1997年3月、佐賀新聞社社長の中尾聖一郎が、佐賀市におけるシンポジウムで、佐賀というのは福岡から下に見られ、福岡人が、死の交渉の章であれば、佐賀は、エタピニンと発言。これが、差別発言として問題視され、 ブラック解放同盟佐賀県連合会が中尾を、休断し、謝罪に追い込んだ。一方、ブラック解放同盟と対立する全国、ブラック解放運動連合会九州地協は、ブラック差別発言ではない、比喩として不適切だっただけとの見解を発表し、休段会に出席しないよう中尾に促した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。